どうもジールマンです。いやー、今回は塗装動画でございます。まあね、塗装動画にしては珍しくこうやって姿出しをしてるんですけども、今回塗装するのはこちら、ガンダムアーティファクトフェイズ2よりドムトローペン。いや、ちっさ本当にこれ小さいですよね。こちら過去動画でもご紹介しましたが、めちゃくちゃ小さいのに造形ディテールがすっごい細かいというガンダムアーティファクトシリーズのうちの一つです。ガンダムアーティファクトフェイズ1の時にはね、特に塗装しなかったんですけども、今回やっぱジールマンね、ドム系結構好きなので、せっかくなんでこのドムトローペン、ドムトローペンがまたかっこいいんですよ。で、今回のやつかなりアレンジも効いてて、さらにかっこよさが増してるんで、これはもう塗るしかないなと。小物塗装といえばジールマン、そうやりましょうと勝手なね、ジールマン脳内会議で塗ることが決定しました。でですね、じゃあこれどういう風に塗っていくかって話なんですけども、元がこの色なので全塗装は必須ですよね。なので今回は全筆塗り、これでいこうと思います。あのジールマン、基本的にラッカー塗料とエナメル塗料で塗るんですね。アクリル塗料や水性塗料というのは一応持ってはいるんですが、アクリル塗料だと偏光塗料だけで、水性塗料は一応ね、今後の検証動画用に購入した程度なんで色が全然ないんですよ。なので、まあ、あのこういう細かいのって手直しがね出てくると、水性塗料とかの方がやりやすかったりするんですけど、重ね塗りも含めてね、まあないもんはないので、この小ささをどうにかアクリルじゃねえや、ラッカーと、エナメル塗料で塗り分けましょう自信ねえ、さすがに自信がねえけど、まあやっていきます。それではいつもの作業机に行ってきます。はい、ということでこちらが改めまして今回塗装するドムトローペンでございます。いや、ほんとに何度でも言うけど細かいしちっさでですね、こちらいつも通りパーツを分割して塗装が終わったところから順次ご紹介していきます。そして最終的に全てのパーツの塗装が終わったら合体という流れですね。ただ塗装を始める前にちょっとだけねお話があるんですけども、これね、今回腕と足、このパーツがね塗るのが大変そうなんですよ。まずはこちら左腕なんですが、これね本当にハンドパーツを含めた完全なモナカ構造なんですね。これ要は関節だとかそういったパーツ分割が一切ないんですよ。さらに右腕はハンドパーツとラケーテンバーズの一部が一体成形なんですね。なのでさっきのね細かい腕パーツを塗った後にラケーテンバーズを含めて全てが塗り終わってから、このように手首を挟み込んで、で最終的にトップコートをかけるっていうね、かなり手間のかかる工程でございます。そして脚部、こちらね足首と靴、この辺のパーツ以外は要はシンプルなモナカの一体成形でございますよ。なのでね、こういったシリンダーだとかこういう関節部なんかも全部ねまとめて塗らなきゃいけません。あと足首は完成した後にこの脚部パーツで挟み込むことになります。なのでそういった部分ね細かく見せてるとちょっとめんどくさいので、靴も含めて脚部は全て塗り終わってからお見せします。まあそんなちょっとね塗装工程が面倒なパーツも含めて、これがどう変わっていくのかっていうのを楽しんでいただけると幸いです。それではいつも通り動画外で塗り進めていきましょう。はい、ということで顔と胴体、そして肩の接続部が塗り終わりました。まあこうやって見るとね、なんか HG ぐらいのサイズあるんかと思いますけど、こうやって僕の指と比べると全然ね大きさが違いますね。圧倒的に小さい。後ろ側はこんな感じ。まあこれはね、最終的に組み立てたらバックパックついちゃって見えない部分も出てくるので、今のうちにお見せしておきます。はい、続きましてバックパックとヒートサーベル、こちらが塗り終わりました。こちらがバックパック、ベースカラーをニュートラルグレーにして、でですね、差し色にシルバーであったりこのファントムグレーなんかを入れてますね。でバーニアはゴールド、内側は、メタリックレッドにしてあります。
金のねバーニアジールマン好きなのって結構言われるんですけど、基本的に例えばこのニュートラルグレーをバックパックなんかに使用するときにシルバーがねあまりその目立たないんですよね。なので僕は結構こういう時にはゴールドを使います。そしてヒートサーベル、こちら一部にね黒を用いることでなんとなくねこう色の差別化というかねその辺の塗装によるディテールアップなんかを図っております。あとはこの灯芯ですね、こちら発熱状態の時は基本的に黄色じゃないですか。ただその手に持つこともできないので要は濃灯状態みたいなもんだと思うのでこのように水色とグレーを混ぜたようなカラーリングを使用しています。はい、続いてですねスカート関連が出来上がりました。いや本当にね小さすぎてうまく並べらんなくてごめんなさい。いやもうさ改めて見てこれ、成人ヒーローの爪くらいしかないんですよ。小さいにも程がある。そしてスカート裏はこんな感じ、このようにねバーニアもしっかりと塗り分けております。はい、続きまして腕と肩、こちらが完成いたしました。まずは肩、でもほんとごめんね、画面のほとんどをさ僕の指が締めちゃうんだよね。ただねこうやって置いちゃうとさそのいろんな面を見せらんないのでこうやって持たさせてください。あとはこちら、これラケーテンバズ用のシールドとでも言いますか、この板部分、ここも一応ねニュートラルグレーを使って塗り分けてます。そしてラケーテンバズ正面、こちらもニュートラルグレーでの塗り分けや、あとはねこの銃口部分、方向ですか、ここはね、艶消しブラックで塗ってます。まあもしね手に入るんであればここは漆黒無双でしたっけ、本当に穴が開いてるかのように見えるような黒い塗料、あれがあったらね最高だったななんて思います。まあ、ただ残念ながらジールマン持っておりません。はい、皆様お待たせしましたつっても、そんなに待ってないんだよねみんなは。いや塗り始めてから結構経ったな、ようやく脚部が完成いたしました。そんな脚部正面なんですが合わせ目がすんごい。まあただ今回さすがにね合わせ目消しはしませんでした。そしてもうすでに組んでしまいましたがこの足首関係もしっかりとね細かいところまで塗ったんでございますよ。いやー本当に塗装関係だとね動画的にアンサンブルが多いんでこういったここまでの細かい塗装っていうのはなかなかねジールマン子さんでも見たことがないのではないでしょうか。そして靴部分、こちらねこの赤いところ、これは本来ねドムトローペンにはない色味なんですけども、ジールマンオリジナルとして差し色がてら入れさせていただきました。最後は足裏、いやーやっぱねモビルスーツの足裏って最高にセクシーだわ。これねもうアンサンブルとかでもそうですけど毎回言ってるんですけど、ジールマンこれマジで思ってるんですよ、やっぱねロボットの足裏って本当にセクシーだなって心から思います。てなわけで皆様ここまでお付き合いいただきありがとうございます。お待たせしました、いよいよこれらのパーツを合わせます。入れよガンダムアーティファクトドムトローペンジールマンスペシャル。はい、ということで無事完成しました。これはねジールマンにとっても非常に大きな挑戦でしたね。ただジールマンねやっちゃいました。終わり良ければなんて言いますがね全然良くない終わりでございます。まあ、今回動画にするためにちょっとね腕とラケーテンバズ全部組んじゃったんですけど、これね
本当ダメなんですよね。こちらをご覧ください。このね、肩の付け根とこの二の腕のね付け根、ちょっとねこうグレーの部分見えますよね。要はね、これ完全にジョイントが入りきってないんですよ。いや、やっちゃいましたね。反対側はこのように綺麗に入ってますよね。もう一度右腕、このようにちょろっと見えております。まあね、このラケテンバズがしっかりと肩アーマーに入ったんでギリギリ OK かなと思います。で、これね、このジョイント部分塗ってなかったんで、いや最後の最後はうまく入らないってなった時に、もうしゃあないから慌ててニュートラルグレーで塗りました。まあそんなドムトローペンなんですが、今ね皆様が画面で見てる感じだと、まるでねこうリアルグレードかなんかでちょっとアレンジの効いたドムトローペンが出たのかなみたいに見えますよね。それくらいね、このガンダムアーティファクトの造形が成功だということの証左ですよね。けど実際の大きさはこう、このね足元の1円玉を見ていただければわかると思います。ちなみにですね、僕が過去に動画にしたこちら、この大きい1円玉を使えば、なんと1円玉サイズの極小ドムトローペンを筆で綺麗に塗り分けた男、そう天才ジールマンみたいなことができますが、嘘は良くないので良い子のみんなは真似しないでね。さて、しょうもない話もしたところでですね、改めて細部をねじっくりと見ていきましょう。まずはね、この上半身、主にお顔周りからですかね。いやー、これは本当にやっぱ物合い描くの結構大変でした。そして大変だった脚部、上半身、背面、最後は下半身、背面。いやね、改めて本当にね塗り分けるの大変だったんですけども、やはりねこれほど精巧なものを大量生産できるバンダイさんの技術力はすごいなって思いますよね。ちなみにこのドムトローペンは、腕部に関してはね、このぐるりと回転する角のみはできるので、こうやってラケーテンバズを構えることなんかも可能です。続いては無塗装との比較でございます。ガンダムアーティファクトのねご紹介動画でも、本当に造形がすごい造形がすごいなんて言ってましたけど、やはりこうやってね塗り分けることで、それがより顕著になるっていうのがよくわかりますよね。そして後ろ側の比較はこんな感じ。作業としてはね本当に過酷なんですよ。各パーツが全て非常に細かいので、ちょっとしたことのはみ出しだとか、あとは微妙にだけどモールドが潰れてて塗りにくいとかね、いろんな問題がありました。ただね、塗り終わってみると、あー次もアーティファクト塗りたいなってなりましたね。純粋に自分の手で大きな変化を感じることができる、これがね僕の中で楽しかった一番の理由だなと思います。さて最後は改めてこのね物合いにブラックライトを当ててみましょう。はい、このようになります。いやー、やっぱねこうやって見ると本当に物合いを描いてよかったなって思いますよね。ということで今回はガンダムアーティファクトフェイズ2のドムトローペンを塗装しました。さすが塗って作れる玩具ヒーローだね。これほど細かい造形のガンダムアーティファクトってすごいなって思う方もそうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またねー。